はい、皆さんこんにちは、こんばんは、本日はですね、いつもと違う画角なんですけれども、まだね、これから24、春夏がね、本格的に始まるんですけれども、ですね、僕はもうすでに2024年の秋冬ですね、の仕入れ、もう1月、早いブランドさんだと1月末ぐらいからかな、ほぼ毎週のように展示会、行っておりまして、でいろんなブランドさんにご協力していただいて、今年のね、2024年の秋冬の、別注ですね、をもう組んでおります。で、実際も8割ぐらい、まだ来週、再来週、まだ展示会がありまして、まあ、それで、さすがに、終わりかなとは思うんですけれども、で、現状、今決まっている、ブランドさんとの別注をですね、まあ、たらたらと、つらつらと、だらだらとお話ししていこうかなという、本日でございます。で、最初に、お伝えしておかなければいけないこと、が、まず画像はちょっと今回お見せできません。なので言葉だけで僕説明するので、頑張って皆さんのこう想像力というかイマジネーションを働かせていただいて、まあ想像していただければなと思います。まあただ店頭に来てくださった方にはこんな感じですみたいな画像を見せることできるので、まあ店頭にねもしいらっしゃって、いやあの時ライブで言ってた。あれどんな感じですかというふうに僕に言ってくれれば、全然こんな感じですよっていうふうにお見せすることもできますので、まあ、そこら辺はね、気軽に言っていただければなと思います。はい。で、もう二つ目、よくいつ頃入ってきますかとか、お値段いくらぐらいですかってご質問もいただくんですけど、ありがたい、すごいありがたいご質問なんですけれども、基本的にどっちもわからないです。値段も納期も、未定だと思ってください。僕基本的に別注をお願いするときに、まあ、これぐらいの金額で作りたいっていう作り方は、まあ、ほぼしなくてですね、まあ、こういうものが作りたいからお願いしますっていうふうにお願いして、まあ、結果的に出来上がったものがたまたまその、お値段だったっていうことがほとんどなので、お値段と、納期ですね、何月頃入ってくるかっていうのもわからないです。はい。この2つだけ、ご了承いただければなと思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。なんで僕はこうひたすら話してるだけなんで、別に画面は見る必要はないので、何かしながら、片手間でね、見ていただけたらいいなと思います。それでは、まあ、順番も順不動にやっていこうかなと思います。はい、いきます。まずナイスネスですね。ナイスネスの 24AW 別注なんですけれども、今期24SS でありがたいことにもう完売してしまってるんですけれども、トートバッグを、作りました。シルバー925のリベットのパーツに直して。はい。なんですけれども、実はですね、もう一度同じ、ベースのカバンで別注を作ります。で、今までね、しばらくナイスネスはずっとシルバーのパーツを僕がこう特注で作るみたいな感じでやってたと思うんですけど、今回はね、それではなくて、前のその今年の SS でね、完売しちゃった別注が、きなりの、キャンバスベースに、ネイビーのラインだったと思うんですね。で、それを、今度クレイジーパターンですね。いろんな色、まあ多分ね、3色ぐらいのクレイジーパターン仕様で、作ろうかなと思っております。で、その、じゃあ何色にするかっていうのはごめんなさい。まだ、打ち合わせ進んでなくて決められていないんですけれども、とにかくクレイジーパターンの、トートバッグを作ろうと思ってます。で、パーツは、あれですね。今までシルバー925を使っていたんですけれども、今回のシルバー925は使わないので、あと、まあ、おそらくインラインと同じぐらいの値段で作れるんじゃないかなとは思います。はい。がナイスです。一つですね。で、次、ヘリルですね。ヘリルは、あ、ごめんなさい。やばい、これもね、ごめん、最初に話しておくべきだった。今回の、24AW、ま、全体を通してですね、僕、まあ、特に展示会始まる前に、こういう風な仕入れをしたいとか、こういう風なテイストを多めに入れようとかっていうのはあんまりというかほとんど考えないで、もう本当に、皆さんというかお客様と一緒ですね。
なんかいいのあったらなっていう気持ちで、展示会に臨んで、そこで僕は別注を決めるんですけれども、でも後半、その展示会の後半になってくると何が分かってくるかっていうと、自然と、あ、自分ってこういう気分、その次の2024年の秋冬、あ、こういう気分だったんだなっていうのが、なんかこう共通点がね、いろいろ見えてきたりするんですよ。で、今回、24AW でなんとなく見えてきた共通点というのが、3つありまして、1つは、ベストですね、ベストで、もう1つはレザー、これピースにするとまたあれになっちゃうんだけど、はい、レザーで、3つ目があれですね、レトロアウトドアっていうのが僕の中で、24のなんとなくなんですけどテーマかなーっていうのがあって、で理由、まあそれぞれ説明しておくと、まああの去年の2023年の秋冬、まあ皆さんもね、普通に過ごしていただいたから分かると思うんですけど、まあ暑かったじゃないですか、暖冬ですよ、いわゆる暖冬で、うちのお店でも、まあいわゆる超重衣量ヘビーアウター系の別注作って、まあほぼ完売してしまっているんですけれども、で僕もね、例えばラキネスのダウンジャケットとか自分で買って着ているんですけど、やっぱ着る時期がねすごい短くて、なんかこう、じゃあ今年の24年の秋冬がいつもより早く寒くなるかなって思った時に、まあ多分ならないんじゃないかなっていう、わかんないですよ、わかんないです、もしかしたら早くなる、寒くなるのが早いかもしれないんですけど、なんかここ数年間僕ずっと、いや寒くなるの遅くないっていうのが、去年よりも遅くないっていうのを毎年言ってる気がするんで、なんとなくまあ今年もそんな感じかなっていうふうに予測をしてて、じゃあ、まあ、それでも僕はやっぱお洋服好きなんで、まあなるべく長い時期着れるものって何かなって考えた時に、まあ僕レザー大好きじゃないですか、大好きなんですけど、まあだからやっぱレザーがいいなと思って、春も着れるし、なんならね、そう春も着れるし、秋はね主役で着れるし、で冬寒くなってきたらまあインナーにすることもで、あのレザーをインナーにしたりとか、あとはまあレザーの上に、まあそういうこと話つながるんですけど、ベスト、例えばダウンベストとかレイヤードするの僕スタイリングとしてすごい好きなんで、っていう風に考えて、じゃあ1年夏以外を通して、着ることのできるすごくかっこいいレザーを作りたいなっていうのがまずなんとなくあって、でもう一個ベストに関しては、まあ、同じような理由ですね。例えば去年の9月とか10月とか、まあ、とてもじゃないけどまだニットとか着れなかったと思うんですよ。まあ、でもなんかもうシャツ1枚飽きたなみたいな、でもアウター着れないなっていう時に何が着れたかっていうと、まあ、ベストはやっぱすごい便利だなっていう風に、僕の店も何点か作りましたけど、でまだまだベストとして、僕が皆さんにご提案してない、例えばファブリックというか、まあ、素材とか形とかいろいろあるので、ベストをねかなり、力を入れて作ろうかなというふうに思ってます。だベスト多めです。で最後、レトロアウトドアっていうのは、まあ、これちょっと何のロジックもないんですけど、なんとなく昔のデザインベースのアウトドアの、アイテムを着想としたものにすごく心惹かれる、この展示会のシーズンだったんですね。だからそのレトロっぽいアイテム、レトロのアウトドアっぽいアイテムを作ってるブランドさんちらほらあって、それと僕の気分がすごいバチッとハマったんで、そういうレトロアウトドアなんだけど、まあ、それこそ次に話すヘリルとかもそうなんですけど、レトロアウトドアなんだけど、じゃあ70年代80年代90年代の、そのアウトドアブランドが、使えないような、生地だったり、形っていうので、ご提案していきたいなっていう三軸で、24AW は別注を作っております。作ってもらっています。はい。で、話戻します。はい。で、早速ヘリルなんですけど、ヘリルは、ですね、カシミヤ100で、ベストを早速なんですけど、作ってもらってて、で、そのベストってのが、ちょっと昔のフリースのベストみたいな感じの形、すごい可愛らしい形なんですけど、で、僕がね、すごい好みな配色がありまして、
その配色で、作っていただく。はい。でカシミヤのここにねちょっと画像があるんで皆さんに見せたいんですけど、ちょっとそれはねごめんなさい、店頭でお見せする感じになってしまうんですけど、エリルはカシミヤの、昔ながらのフリースっぽいベストをカシミヤ 100% で作ってもらいます。はい、こんな感じでパンパンいきますね。で次、まあですね、最近だとあのトラックパンツ、オレンジの裏地が見えるようなトラックパンツ作ったんですけど、まあでは、ちょっとね、なんて言えばいいのかな、レトロな雰囲気が漂う、ウールの生地でちょっとゆったりめな、ジャケット、だからそのテーラードっていうよりはジャケットの形をした、まあなんかこう気兼ね、肩肘張らないで、着れるような形、リラックスなムード漂う形のジャケットがあって、その形が僕すごい気に入って、それベースで、インラインでは使っていない、ちょっとねあの流通もかなり珍しい海外の生地を使わせていただいてるんですけど、それでジャケットを作っております、作ってもらってます。はい、次、イシューシングスですね。イシューシングスはね、すごいいい色のスウェットがあって、まあカラー言っちゃうとイエローなんです、イエローってかなんだろうな、イエローなんですけど、難しいな、でもねすごいすごいいいイエローとしか言えないな、ちょっとね、オレンジっぽさもあるような、でもオレンジではない。全然多分、皆さんイエローだ、この色はイエローだっていう色だと思うんですけど、ちょっとオレンジ味が感じられるような、すごくいいカラーのスウェットがありまして、それをやらせていただく。で、ダメージ加工をこれやろうかなと思ってて、で、ダメージ加工は僕が、また、やろうかなと思ってます。っていうのが一つと、もう一個が、ブラックウォッチ。これもね、すごい、あの、レトロアウトドアっぽい感じなんですけど、ブラックウォッチのいい感じのシャツがあってですね。で、それを、ダメージ加工で、ダメージ&リペア加工ですね。の施した、ブラックウォッチのシャツ。これね、すごいいいと思うんだよな。はい。を作ってもらってます。イシューシングス。はい、あとね、もう一個ね、実はね、イシューシングス、レザーのとあるアイテムを作ってもらおうと思うんですけど、多分ね、今年の秋冬間に合わないので、はい、かなりこの前のね、スカジャンみたいな感じですごい時間がかかる、別注の企画になりそうなんで、まあ、1年ぐらいかけて、ちょっとコツコツやっていこうかなと思ってるんですけど、それはまあ多分来年ですね、2025年の春夏とか、もしくは秋冬とかになっちゃうかもしれないですけど、まあ、それはそれで、頭の片隅に入れておいて、楽しみにしていただければ、楽しみにしていただければなと思います。はい。で、次、イーラですね。イーラでは、久しぶりです。まあ、いや、久しぶりじゃないか。今までネックレスとかブレスレットとかだったんで、あとリングか、とかあったんですけど、初めてグラスホルダーですね。僕、メガネ、好きなんで、メガネ好きなんていうか、もうプライベートで出かけるとき絶対メガネかけるんですけど、伊達なんですけど、メガネにかける、グラスホルダーを、ベネチアンチェーンでシルバー吸入を、作ってもらってます。すごいだからベーシックなデザインになると思うんですけど、それ楽しみにしてます。結構ね、ブラコチじゃなくてブラコチいいですよね。そういいんですよね。グラスホルダーね、昔ポリテロンで一回作ってもらったっきりで、それ以降は作ってなかったんで、ちょっとやりたい、しかもシンプルなやつね作りたいと思ったんで、それをお願いしてますはい、次がですねレインメーカーですね。レインメーカー良かったんだよな、よくて3型作ってもらってます。一つはすごくごめんなさいね、ちょっと抽象的なあればかりになっちゃうんですけど、すごく、クラシックで素敵なチェックの柄かながあるんですけど、その生地で、道着パンツですね、作ってもらってます。今まで僕多分道着パンツ無地とかしか作ったことなかった、無地とかあと刺繍系とかしか作ったことなかったと思うんですけど、どっちかというとこうスラックスっぽい生地の雰囲気、柄とかも含めてなんですけど、それで道着パンツすごい雰囲気いいと思います。それを作ってもらってるのが一方と、もう一方が、ポーラテックのフリースのパンツ、先日ね、ラッキネスの受注会ですごく僕も買いましたけど、セットアップフリース作ったんですけど、ポーラテックのフリースで、
あのパンツ作るんですけど、こっちはあのこのラッキーネス、あ、ごめんなさい、レインメーカーの方はめっちゃ太いやつ、土管みたいなシルエットのポーラテックのフリースのパンツ作ってます。そういうのあんまないなと思って、で刺繍をね入れてもらってるんですけど、刺繍って言ってもあのポーラテックのあのロゴがあるんですけど、ポーラテックのロゴをあの裾の方に入れてもらうんですけど、インラインがね白とかなんですけど、僕蛍光イエロー好きなんで、蛍光イエローのビビッドなカラーを左か右のどっちか、ごめんなさい忘れちゃったんですけど、足の裾に、刺繍で入れたものを作ってもらってます。はい。でラスト、そのレインメーカーのラストがすごい良くて、あの仲いいお客様には何人かご相談させていただいたんですけど、あのコートも全然、そさっきの話じゃないですけど、なんだろうな、僕のお店のお客様は結構車乗ったりすること方が多くて、なんかこうコート着たいけどちょっと長物はなみたいな感じで言われることが多くて、まあ確かにすごい気持ちわかるし、僕も今年の秋冬とか、今年というか、まあ、去年の秋冬とかほとんどコート着てなくて、まあそうだよなってなったんですよ。だからよほど、なんだろう、もう絶対どうしてもやりたいみたいな、もうだから最悪その何、いや車乗るからなーっていう風に言われて、まあすごいストレートに言ってしまえば売りづらいかもしれないけれども、いやご提案したいなっていうものがない限りはコート作るのやめよう、やめようっていうか我慢しようっていう風に思ってたんですけど、どうしても作りたいことねあって、レインメーカーで、うんと、シェルケースね、要は、ギア系、防水撥水の、要はマウンテンパーカーみたいな生地なんですけど、それでコートを作ろうと思ってます。はい。で色も、インラインがねブラックとかなんですけど、悩んだんですよね、すごい。ブラックのままジップの色変えようかとか迷ったんですけど、最終的に行き着いたのが別の生地の色で、すごいいいカーキがあったんですよ。カーキのその撥水の生地のやつがあって、そのカーキで、コートで、マウンテンパーカーみたいに使えるやつを作ります。これねめっちゃ楽しみ、個人的にはですね。レインメーカーは3型です。で次ハバサックが、これもね、もう抽象的なあれで申し訳ないですけど、すごいうわーいいなっていう生地があったんですよ。なんて伝えればいいのかな、古着の寝るシャツでありそうだなって思うんだけど、じゃあ一生懸命探してみても見つかんないなっていう生地生地ってか、あの古着の生地じゃないんですけど、そう、古着にありそうだけどでも頑張って探しても見つからなそうな柄の生地みたいなのがあって、それで、ベーシックなレギュラーカラーのシャツを作ってもらってます。はい。で、僕的にね、次のブランド行くんですけど、僕的に本命というか、まあ、いわゆる毎年秋冬で、まあ、30〜40万〜50万ぐらいの結構モンスター級の別注があると思うんですけど、今季24年ダブ2つあって、まあ、そのうちの1つですね。すごい僕もすっごい楽しみにしてるんですけど、ブラームスですね、別注で、結論から言うと、レザーでトラックジャケットを作ってもらってます。いやこれねやばいと思うんだよな。なんかもう今まで僕レザー好きじゃないですか、さっきも話したんですけど、レザー好きでいろんなね、6年間でいろんなレザーの形だったり、まあレザーの種類も含めてですけど、いろんな別注作ってきましたけど、トラックジャケットを作ってなかったんですよね。トラックパンツは作ったことあったんですけど、トラックジャケットは作ったことなくて、でブラムスが用意してくれるすっごいいいラムかな、多分ラムレザーで、薄くて質感もすごい良くて光沢も程良くて、使っていけばどんどんねめちゃくちゃいい感じに経年変化していくようなベースの素材があるんですけど、それでトラックジャケットをね作ってもらってます。でこれなんかまさにさっき話したみたいに、例えば9月とかにもう T シャツ1枚飽きた、まあ着れるとしてもシャツだなみたいになった時に、まあでもシャツももうちょっとなんか
なんかもうちょっと秋めいたもの着たいってなった時にめっちゃぴったりやと思う。そのレザーが薄いんだ、かなり。本当シャツ感覚で、僕の予想、今のね、現時点もう現物があるわけじゃないんでちょっと言えないんですけど、はっきりとは本当にシャツ感覚で着れちゃうぐらいの、肉感の、トラックジャケットで、リブの仕様になってるんですね。袖とここがリブになって、それ以外がレザーなんですけど、それさらっと着るみたいな。で、秋冬は例えばテーラードとかコートとか、まあ何でもいいですけど、ブルゾンとかのインナーにそれやってほしいんですよね。で、ネックがリブでこうピュッてなるから、でインナー使いもかなりいいですし、で、さっきみたいにレザー薄くて軽いんで、絶対不快感なく無理せずレイヤードすることもできるっていう、これかなり僕は、まあその目玉級のアイテムだし、目玉級っていうか、その結構プライス、ハイプライスにはなると思うんですけど、かなり楽しみにしてる、2つあるんですけど、そのうちの1つですね。チョースです。はい、次がノノットですね。ノノット、今期の SS から始めましたけど、ノノットで、ベストを作ります。で、ベストもショート丈じゃなくて、セミロングくらいの丈感で、で、これ形がね、ちょっとうまく説明できないんですけど、なんかすごい、騎士感がない形のベストがあって、ただ全然木を照らしすぎてる感じでは全くなくて、全然こうデイリーユースできるような形です。で、もうこんなんだと全然わかんないと思うんですけど、ごめんなさいね。想像をみんな膨らませていただければ幸いなんですけど、で、それで、なんかね、形がそれなんですけど、それに、なんかね、シャネルツイードが壊れたみたいな素材が、オリジナルで作ってたんですよね、ノロットが。で、その生地がすっごい良くて、だその、ブロークンハンドトゥースって名前かな？そう、ブロークンハンドトゥースって名前なんですけど、ブロークンハンドトゥースで、僕が勝手に呼んでるのは、まあ、壊れたシャネルツイード。まあ、壊れたって言ってもダメージとかじゃないんですけど、そう、それで、ベスト作ってもらって、これも楽しみ。ベスト多いですね。で、ラキネスですね。ラキネスは、この前の受注会でもいろいろ話したというか、その院内でバーッと紹介したんですけど、あれですね。形を覚えてない方は、ぜひ過去の僕が別注で紹介したアーカイブ見ていただければ幸いなんですけども、ベスト。セミロングぐらいのダウンベストがあったと思うんですよ。色がグレーとブラウンの2色で、なんかこうセミロングぐらいのジャケットの袖だけぶち抜いてベストにしたみたいな、でダウン入れたみたいな形の、ロイかな、確か名前、ごめんなさい間違えてるかもしれないけど、 ロイっていう形のアイテムがあるんですけど、それをベースに今のところ予定だと、うち SS でも完売しちゃったんですけど、エントロフィーノのレザーで、レザーのセミロングのベスト作ろうと思ってます。これね、絶対かっこいいですね。だからそのダウンは入れないです。はい、インラインはダウン入ってるんですけど、ダウン入れずに、裏地普通に、貼ってもらって、でインラインの方はパイピングが走ってるんですよね、縁に。でそれも、パイピングなしにしてもらって、だからインラインと形ベース一緒なんですけど、全然多分違ったこうシルエットとかになるなると思うんですよ。スンとした感じのロングの、あ、ロングっていうかセミロングのレザーのベスト。だからセミロングぐらいなんで、まあイメージこうカーコートぐらいの長さを想像してくれればいいです。だからまあカーコートぐらいだったら、車乗る方とかでも着れるよなっていうご意見も多かったんで、去年一昨年とかで。だから、長物まではいかないんですけど、ショートでもない丈感の、レザーのベストですね。楽しみにしてます。はい、で次がアルテリアですね。アルテリアは久しぶりにスウェットやります。ずっとというか、僕がオープンした2年目3年目ぐらいずっとスウェット、ペイントしたりとかやってたと思うんですけど、フルジップ作ったりとかっていうあったと思うんですけど、新型が出ててですね、ハーフジップのねスウェットが出てたんですよ。それすごい形僕よすごい気に入って、そのハーフジップの、木グレー、霜降り木グレーの、スウェット
プルオーバーですね、ハーフジップなんで作ってもらってます。で久しぶりに上作ったんで、下ね、あのまだペイントのパンツは数本、残ってるんですけども、その無地の木グレーのスウェットパンツ買い逃しちゃって欲しいって方、あのお声ちょろちょろいただいてたので、久しぶりに、無地のやつも、作ります。無地の木グレーのスウェットパンツですね、アルテリア。はい。でもう一方あって、またハーフジップなんですけど、いや、ハーフジップか、ここぐらいまで、胸の下ぐらいまでのジップがあるやつの形のシャツがあって、でここにミリタリーポケットみたいなのが2つついてるんですよ。でその形僕すごい気に入ってて、で、オンブレチェックってでいいのかな、これ、ごめんなさい間違ってるかもしれないですけど、オンブレチェックっぽいチェックの生地で、だけど黒赤とか黒赤とか黒青とかではなくて、なんかね、これもね、僕が古着屋さんで例えば寝るシャツとかであったらめっちゃいい色だなって思う生地があるんですけど、それでハーフジップのシャツ作ってもらってます。これ大丈夫かな、皆さん聞いてて楽しいかな。まあ頑張ってちょっと想像を膨らませてください、はい。ベースがねちょっときなりっぽい、まあ、白っぽいベースなんですけど、それに、ちょっと薄いブラウンと薄いイエローみたいな生地のチェックのハーフジップ、これは絶対可愛いと思うが、アルティリア、アルティリア3型ですね、作ります、はい。ありがとうございます、楽しいとのお言葉ありがたいですね、頑張ります。で続いて、ブルーナボインですね、ブルーナボインの、別注が、先日ですねアンケートを取ったと思うんですよ、ワッペンの色何色にしようかみたいな。でこれキャップをね作ってもらうんですけど、ブルーナボインで、でブルーナボインがオリジナルの、ワッペンをここに貼ったキャップを無地のやつ作ってて、このワッペンってなんかわがままのワッペン作れないですかねみたいなご提案させていただいたら、まあ、相当な数作んなきゃいけないんですけど、ミニマムとしてそのワッペンでもできますよっていう風に言われたんで、じゃあちょっとやってみようかなってことで、わがままのオリジナルワッペンを作り、そのワッペンをこの帽子のところに貼ったキャップですね。で配色に関しては僕もともと思い描いていた2色があったんですけど、悩んでたんですよね、この2色でいいかな、でも結構僕の中でしっくりきてたんですけど、でそれでアンケートね最近インスタの方で撮らせていただいて、ですごいね、多分50人ぐらいかな、いろんな色が届いたんですけど、結構その皆さんが答えてくださったアンケートの中に僕がもともとやろうと思ってた2色が結構入ってたんで、あ、じゃあもう大丈夫だってことで、それを貫いてその2色、まあ色はちょっと秘密にしとこうかなと思ってます。はい。でキャップを作ります。はい。続いて、マーティーですね、マーティー&サンズ、今回型めちゃくちゃ多くて、はい、良かったです。これね、まだ詳細な打ち合わせとか詰めていかなきゃいけないとこあるんで、バーっと言っていくと、まず、マウンテンパーカーを作ろうと思ってます。で、無地なんですけど、クレイジーパターンの配色のマウンテンパーカーを作ろうかなと思ってます。はい。で次がニットですね、柄のニットこれもすごい可愛い感じになるとしか言いようがないんですけど、柄のニット作ります。はい。でですね、カーディガン、なんかちょっとねレトロアウトドアっぽい雰囲気なんですけど、それにはないデザインのカーディガンですね、パイピングが走ってるような、はい、カーディガンを作ります。はい。で、あとコーデュロイパンツですね、フェードをかなり、SS もかなり評判が良かったんですけど、フェードが強くかかったコーデュロイパンツ作ったんですけど、それのまた別色で、フェード強めのコーデュロイパンツですね。あとはカシミヤのロンティー作ります。はい。これもめっちゃいいと思うな。
で次カシミヤのフレアのスラックス作ります。はい。で次がこれ今全部マーティの別注です。次がカシミヤのブレザーを、あブレザーじゃないごめんなさい、カシミヤのカバーオールを作ります。はい。ブレザーじゃなくてカシミヤのカバーオールを作ります。ですごいめっちゃ僕が気に入った柄の柄っていうか、まあ無地に近いんですけどの生地で久しぶりですね、セットアップ作ります。はい、久しぶりんで、ジェフリーの、僕だけが選んだ生地で別注ジェフリーパンツ作ります。で、もう一個あの最近もうあとラスト1点になっちゃったんですけど、これですね、僕も気に入ってめっちゃ履いてるこのペインターパンツ、これの形一緒でオフホワイトっぽいデニム、白のパンツ履きたくて、でそれでだからこのペイントの形、ペインターパンツの形でオフホワイトのデニム作ります。でちょっとほんのちょ今回みたいな感じでちょっとだけペイント、そんなあのバキバキじゃないですけどでやろうと思ってます。はい。であとですね、多分また5月とか6月ぐらいになると思うんですけど、毎回あのすごく評判が良くて、ね、多色買いしてくださってる方もいらっしゃる、シャギーカーディガンですね、今回もやろうと思っていて、で、まあ、同じのはもうやらないと決めているので、新色でですね、また2色作ります。カーキと、ゴマ塩グレーっていうのを今回はシャギーカーディガン作ろうと思ってます。さあこれちょっとサンプルまだ上がってないんで、ちょっとどんな完成になるかわかんないですけど、ただめっちゃいいと思います。はい。でもしかしたら今回でラストにするかもしれないです。シャギーカーディガン自体ちょっと新しいの作りたいよねって話してるんで、まあちょっとどうなるかわかんないです。僕がすごい気に入ってるんで、まあ毎年やり続ける可能性も全然あるんですけど、はい、まあ、もしかしたら区切りの可能性もあります。はい。で今回はあの前座布団作ったんですけど、あの極みだけの厚みで作ろうと思います。はい。で次島内ですね。島内はシルクの、シルクのシャツがあったんですね、洗えるブラックので、それをミリタリーシャツ仕様にします。これちょっとあのね、なんかミリタリーのシャツでさ、ミリタリーポケットがついてて、ここの上になんかその所属してる軍隊のあれとか名前とかがのワッペンみたいなのをつけると思うんですけど、そのワッペンみたいなあの叩きでつけて、まあ、そこから無地なんですけど、でその上にシルバー925のスタッツをつけようと思ってます。あの前回あの スラックスで使ったやつで、新しい形のスタッツが生まれたんで、それをチグハグでこの胸ポケットの上の叩きの上につけようかなと思ってます。これもかっこいいと思うな、絶対。はい。だから島内ですね。でちょっとこれもしかしたら 24AW じゃなくて 25SS になる可能性が高いんですけど、SH で、レザーのジャングルファティーグ作ります。でこれ多分受注でやると思います。でね、色がめっちゃ良くて、なんかコンクリートみたいな色したカーキのレザー、もうこれも実物も出来上がって、サンプルも出来上がって、僕見たんですけど超かっこよくて、ただこれは多分ね 24SS じゃなくて 24AW じゃなくて 25SS になると思うんで、まあこれも頭の片隅に置いといてください、別注ですね。はい。で次ね、さっき言った僕の 24AW の僕的目玉2つ、1個目がブラームスのレザーのトラックジャケットで、もう1個がオーベルジュなんですけど、オーベルジュで、あのオーベルジュの YouTube チャンネル見てる方だったら分かると思うんですけど、なんか水に濡れても大丈夫なレザーを今回小林さん作ってて、でそれでコルビジェかな、多分インラインは作ってるんですけど、僕はですね、その水に濡れても大丈夫なレザーを使い、なんとマウンテンパーカー作ります。これやばいと思う。これもやばい。これもって、これやばいっていうか、これもやばいと思う。超楽しみ、これも。だから、
別に雨の日着てっていいんですよ、そのマウンテンパーカーは。レザーなんですけど濡れても大丈夫なん で形もね、またすごいいい。ここら辺が僕のレトロアウトドアにすごいバチッとハマってるんですよね。そう、これも楽しみにしてください。あらゆるじゃなくて、その濡れても大丈夫な、レザーのマンパ。どんだけレザー好きなんだって話なんですけど、はい。で、まあ、それがあって、あとはあれですね昔キャップを作ったと思うんですよ、オーベルジュ。トレントかな、あ、ごめん名前間違ったかも。かなり昔にトレンチコートを作ったと思うんですよ。あれはもうちょっと素材がないので作れないんですけど、でその時に同じ生地でキャップも作ってて、でそのキャップの形すごいいいんですよ。小林さんもすごい気に入ってて、でそれを、レザーで作ります。はい、それもねいいと思う。でその2型かな、オーベルジュは。レザーのマンパやばいっすね、絶対。はい、そうそう、終盤でカルですね。カルもね、これもね僕最高なんです。レザーのダウンベスト作ります。今日なんでレザーのダウンジャケット作って、もう僕も超ラキネスで作って超気に入ってて、もう今年もね寒くなる遅かったっすけど今めっちゃ着てるんですけど、でダウンベストも欲しかったんですよ、ずっとレザーので。ね、去年2023年の秋冬の展示会の時にも実はお願いしてて、でただねそれちょっと工場の、いやまあ工場というかね、なんかその革か、使う革のその厚み的にどうしてもできないっていうので断念、一回断念してるんですよ。で今年もう一回お願いしてみたら、今年ねさらにちょっと特別な革を作ってて、カルが。でそれだといけるかもしれないってことで、これもしかしたらねできないかもしれないんですけど、でもデザイナーさんめっちゃ頑張るっていう風に言ってくださってたんで、これ期待しましょう。はい、で見事実現すれば、僕ね念願の、レザーのダウンベストですね、出来上がります。楽しみ。はい、でラストかな、まだその来週再来週展示会あるんですけど、今のところラス、もう、これで決まってるやつほぼ全部いったんですけど、ラストが、アンですね、アンビエントで、ね、これもね僕結構展示会でしびれて、ほんと先週ぐらいの話なんですけど、あのスキッパーシャツがあって、で今までもね、深い V ネックのシャツみたいの作ってらっしゃったんですけど、それのねなんかアップデートされた形みたいのができてて、あのアンでスキッパの深 V っぽい感じなんですけど、でもあのね違うんですよ、エルメスのバルースとは全然違くて、これ着た時のこのね V ゾーンの見え方がめっちゃ良くて、結構僕展示会でもあのデザイナーさんにこれめっちゃいいっすねっていう絶賛したぐらいなんですけど、それをその形をベースに、生地を前みたいにできれば、これまだちょっと生地確定してないんですけど、前みたいに、リモンタナイロンみたいな、生地で作りたいなと思ってます。もしリモンタナイロンが手に入らなかったら別の素材になっちゃうかもしれないですけど、今のところ予定だと、リモンタナイロンのスキッパーが出来上がる予定ですね。はい、というわけでただひたすらに黙々と喋り続けましたが、以上が24AW の、別注、今僕が企画して動いてもらってるやつの途中報告でした。はい、まあなんで、まあまだねこれから SS 始まるんですけれども、 AW もねぜひ皆さん楽しみにしていただけたらなと思っております。でよくねお客様とお話しするんですけど、AW のために毎月ね、2、3万円とか、5万円とか、ちょこちょこ、貯金してたら、そのでかいやついけるかもしれないんで、いけるかもっていうか、でかいやつというか、ハイプライスのやつに手を出しやすいじゃないかなと僕は勝手に思ってるんで、でも本当すごいいい、別注、AW、控えているので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと
思います。 SS もねまだまだ、入ってくるんで、そちらもぜひ、楽しみにしていただければなと思います。評判がこの、別注の、未来の話の評判が良ければ、次の 25SS の時もまたやりたいなと思ってますので、もし、この話いいなと、また聞きたいなと思っていただけた方はぜひ、これ YouTube にもあげるんで、いいねだったりね、コメントで、お声いただけると非常に嬉しいです。はい、というわけで本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。楽しみにしててください。